です。適当でないものを選ぶ問題なので、一つずつ検討していきます。で、丸1、全然問題ないです。で、あ、自分では見といてね。で、丸2も全くその通り。で、丸3は、3つ目が明らかにおかしいですね。3つ目は、感謝したとかそういう表現だったかな。今度はね、石井さんからの行為に改めて感謝した。感謝したってのは、わざわざ当たりに隠したい本音にはなりませんね。で、一般的な解説では、この1個目、2個目は問題なくて、3個目が違うから×だっていうような説明ですが、まあ、私自身はこの最初の2つも、この他人に隠したい1個の本音ではないなっていうのは気にしますね。56行目、最初の方の、このなるべく最近の写真をというのが電話してきた同級生の希望だった中、彼の対面ではないことはやはり明らかだ。まあ、これはね、心の中の声。まあ、いわば強調。まあ、一個は冷静に自分を見つめられる人間だってことにも表せてるし、まあ、強調と言った方がいいだろうね。で、次のこのね、自転車に二人乗りしてね、見ず知らずの男性の腰につかむのは、できなくて遠慮がちにサドルの端を掴んだ。まあ、この辺はこの文章の流れを消さないように、心情をね、括弧してるだけだよね。ということで、まあ、三つ目見なくても一つ目、二つ目で消してもいいと思います。で、四番も全くその通りで、で、五番、これもその通り。で、これなんかはね、もうね、あのね、本文読んでる段階で気づけるべきですね。気づいてないといけないよ。ここのところね。どこだっけ、うん、名所、旧所を通って、通って、駅の方へ帰っていきましょうって。だこれはもう本当に名所や旧所じゃなくて、この俊介のまつわるところって、ちょっと冗談マージに言ってるって分かりますね。で、6番が、まあ、これはね、後半のこっちの105目の方がいいけど、最初の方、93行目、それ後、一度も来訪することはなかったのだった。こっちの方で全然悔やんでる気持ちは全く読めてられないから、×でいいです。あれ？足りないぞ。あ、いいのか。ごめん。適当でないものが選べたから、丸三と丸六が適当でないということで、答えが3と6になりました。最後ちょっと失礼しました。